はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。バニーも元気です。今回はですね、ライカの M11 ですねをテストして、見ていただこうと思ってます。まあ自分的にはね、見てライカ11、これ少しも話はしたんですけど、 M10 とね M11 はね、なんか似てる、センサーが似てますね。なんか違うのかなと思ってたけど、取り比べてみると非常に色とか雰囲気は似てますね。まあ実際その並べてみただけでは多分見分けはつかないと思いますね。そのくらい描写は似通ってるかな。まあ最初はほら、自分は実際使ってみたことなかったので分かんなかったんですけど、まあ使ってみた結果は、まあライカの良さは、まあそのまま継承してるっていう感じが自分ならですね。6000万画素になって、この M11 のカメラの良さを発揮するのにはやっぱりライカの新しく出たアポズミクロンのね 35mm とこのライカの11が一緒に合わさった時に、まあ最大値っていうかね、本当のライカの良さが出るんじゃないかなっていう気は自分ではしてますね。まあそのくらい、そのライカのアポズミクロンの35っていうのは描写がいいんですよね。その描写のおかげで、まあ自分もね、M10R で撮るっていうのではもう本当にライカを気に入ったとこの理由でもあるんですけど、今は 50mm をつけてね、撮ってるんですね。いつその修理が上がってくるなんて、ね、とてもね今のところはもう全く分かんないので、もしかしたらまかないが言ってるようにね、今年中には来るんじゃないって、今年中ってそんなになっちゃうのかな。今のねウクライナのことを考えると本当にそう思いますよね。まあでも本当にこのねウクライナの問題もね、どこまで行くのかなっていう感じしますよね。まあ本当にコロナとね両方ともいつ収束するのかなって全く分かんないっていうところでね、まあ、皆さんもその中でね写真をいっぱい撮られてると思うんですね。で自分も最近はソウルライターのね DVD を見てですね、なるほどなって思いながらこう自分で見てたんですよね。でその DVD 見ててね、もう結構ねお年を召されてた時なので、自分のなんかねこれから先のことを考えると似たような感じで、まあ、自分も写真を撮るのかな。仕事で今までねずっとプロとして仕事をしてきて、考えるのが今になってね本当にスナップをするようになったんですね。まあ、以前だったらまず仕事を離れるとまずカメラを持つということはゼロだったんですね。もう本当に持たなかったから、まあ、海外に行って撮影が始まるともちろんカメラはね必死になって持ってやってるんだけど、一旦仕事を離れてね夕食とかそうなってしまうと、もうカメラっていうのは一切離れてしまうんだけど、ライカって不思議なカメラで、なんか身近にないと寂しいと思うようになったんです最近ね。いつもねライカがないと本当にこう寂しいっていう感じがしますね。もうふるさとでね動画を作ってほしいってことだったの で今ちょうどアジサイが最盛期なんですね。それでちょっとお見せしますね。これなんですよ。皆さんどうですか、これ。こんなアジサイ見たことありますか。自分もね3年前かな、田舎でまず写真集を頼まれて、それで撮った時にこれを表紙にしたんだけど、改めて今見てみるとすごいですね。で3年前の時はまだねこれからなんだっていう話だった。商品化はまだまだで、開発したばっかりでねって言ってたのが、もう大量にもう出てて、こんなでかいんですよ。こんな大きいんですよ。ほらすごいですよね、これね。信じられないぐらい大きいんですけど、ほんとね。でもこうこの花をね見た時はほんと幸せになりますよね。これね群馬だけで、まだ地方には行ってないらしいんですよね。群馬特有のアジサイですよね。すごくないですかこれ。この大きさ皆さん見てびっくりするでしょ。これどうですか、これ信じられないですよね、こんな大きさね。こんなアジサイをね、まあ撮ってて本当幸せでしたね。現地で撮ったんだけど、あこれ買って帰りたくなったなって言って買って帰って、後ろを黒布にしたりして撮ったらいいのかなっていうので、帰ってきて黒布で撮りました。もう本当いいですね。あとはね芍薬ですね。芍薬が、まあ、弟が植えたのがね、もう本当どんどん出てきて、近所の人がね切り花にして持ってくと、
それ咲くんだよって言うからそうなんだと思って、で切り放して持ってきたら本当にね見事に咲いて、まあこれもね取ったんですよね。これ芍薬なんですよ。どうですか、すごくないですか。これもね、これが実家にね庭に咲いてんです、いっぱいで。今度赤いのがねもうちょっとすると咲くんだけど、まあ弟のね一周忌があるので、その行った時にねまた取ってこようと思ってるんですね。でこれつぼみの時を切ってきたんだけど、もうどんどん咲いてこんなになっちゃってね、まあこれもね撮影したんですね。まあそういう花をね取ったりとか、最近はそういうのがものすごく好きになりましたね。まあだいぶ自分もね、まあ71にもなるとね、だんだん取るものが変わってきたかなっていうような感じがしますよね。ライカ M11 のに関していくと、ノクチルクスのね 0.95 をつけた時はもうめちゃくちゃ重たくて、でこのねノクチルクスのね 0.95 っていうね、なんか140万もするらしいんですけど、でも自分はそのねテストして思ったことっていうのは、キャノンのね50mm の 1.2 をねアダプターをつけて撮って、そのまあもちろんね絞りはもう使えないんですけど、開放だけで撮るってことを考えたら、ライカにねこの 0.95 をつけて撮り歩くことを考えたらね、まあもちろんピント合わせは大変なんだけど、ファインダーをつけて撮ればまあ似てるのかなっていうね、ちょっとそういう思いました。で一度ねアダプターがね一回買ったことあるので、まあ、それをつけて今度ね50mm の 1.2 をつけて、撮ってみようと思ってるんですね。ロクチルックス 1.2 のことも、まあ、含めて、まあ、両方ともこう想像するのにですよ、まあ、両方とも、まあ、なんかそういう感じがする、なんかキャノンと似ているのかなっていうのが自分のまあ感じですね。まだ撮ってみたことじゃないですけど、もう本当に違い、大きな違いっていうのを感じるのはアポズミクロンの 35mm っていうのは、もうこれはもう全く別世界の描写をするので、これに関してはすごい本当に率直な意見として、自分の意見として、まあこれは本当に M10R でねつけたらもうこれはもう圧倒的だなっていうのは自分で思います。まあ、しばらくね自分とこれ修理が上がってくるのはしばらくかかるので、これはまたね楽しみっていうの変ですけど楽しみですよね。まあそれが戻ってきたらまた撮ってみようと思うんですね。今までのはねやっぱピントが合わなかったっていうことが大きかったんだけど、まあ、風景の時は絞り込んで撮っていたから気がつかなかったっていうね、まあこれがオートフォーカスのキャノンなんかと比べるとね、キャノンだともうそのピントをこうね見てやってるからねもうはっきりするんだけど、まあオートフォーカスじゃないから ほぼ遠景に合わせることがなかったってことが、まあ、一番なのかな。自分はそのライカに関していくと、まあ、最近ますますもうライカにこうなんていうのかな使うことが多くなって、やっぱりそのねライカって不思議なカメラかな。やっぱ自分でもねそのどこがいいかっていうことはね一概にはこうすこうじゃあこうですと言い切れないんだけど、キャノンとはまた違う描写をするのでこう楽しみなのかな。もう雰囲気も違うしね、まあ、カメラを構えてる時のなんか気持ちっていうのがなんかどこかこう違うだけど仕事に使えないっていうね、これがとにかくねそのライカに関してっていうのはねとてもまあ不思議なカメラであることは確かですね。まあ一番やっぱり自分が撮っていて面白いと思うのは M10 モノクロームかな。結果的にいろいろ使ってみて思うことっていうのは、モノクロの描写っていうのは他ではもう絶対ない。またお会いしましょう、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、では M11 から見ていきましょう。 M11 の方の、ノクチルックスの 1.2 ですね、こちらがね。で、今度は右側が M10R の 1.2 です。これがねこれ比較していきましょう。右側と左側と比べてどうですか。右側が M10R、 左側が
M11 ですね。この比較してどうでしょうか、見て。これちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、こう少しずつこう見てってくださいね。で、まあこっちの方がやっぱりよりなんかシャープな感じはしますよね。よりね、 M11 の方がね、やっぱりその 1.2 のノクチルクスの 1.2 ですね。この、まあ、違いをこうちょっと見てくださいね。どうですか。で、じゃあ今度、ノクチルクスの 0.95 ですね。こちらもじゃあ 0.95 にしてみます。こうですね、 0.95 同士ですね。右が M10 ですね、左が 0.95、 同じく、左が M11 の 0.95 ノクチルクスね。で、こう比較していくと、まあこの辺のところがね、少しこう、M11 の方が、この金属の方がよく出てると思うんですけど、この比較でこう見て、こちらが M11 ですね、でこちらが M10 ですね。こう比較してみた時にそんなに大きな差はないと思うんですね。では M10 の方と M11 の 1.2 も比較してみましょうね。 1.2 の方がアンティークっていうかね、オールドレンズっていうだけあって、色がちょっとこうね、なんかちょっとクラシックな感じがしますよね。まあ 1.2 の方が自分的にはなんか面白いかなって気はちょっとしますよね。この比較でね、こう見ていくとね、まあレンズの描写も M11 の方の 1.2 の方がなんか自分的には好きかな、こっちのがね。じゃあこれ比較こう見ていくと、こっちが 0.95、 こっちが 1.2、 どうですかね。まあこれ好みでしょうね、これはね。でこちらが M10 で、 M10 で見ていくと 0.95 と 1.2 ですね。まあ、1.2 の方がなんとなく、まあ、雰囲気は出てるかなって感じはしますね。でも 0.95 の方が高いんですもんね。140万個するんですよ、明るいからね。まあここの違いですかね、この違い。それでまあもう一つなんですけど、これってあのキヤノンのね、カメラにですね、1.2 のレンズをつけて M10R で撮ったんですよ。どうですかこれ。かなりね、かなりいいと思うんですよね。だからそのキヤノンの EF の 1.2 のレンズをアダプターをつけて撮って、もちろんね、まあ、絞りはできないんだけど、まあ、これもすごくいいと思うんですよね。どうですか皆さん。だからもう自分が言ってるようにね、まあ、1.2 でも昔の、まあ、キヤノンと比べた時にどうなんですかね。ノクチルクスの 1.2 とこう比較していった時に、まあ、この使い道もあるかなと思うんですよね。まあ、キヤノンの場合はね、絞りがもう変えられないから、まあ、そのままになって開放値だけなんだけど、まあ、それでもね、これだけの描写をしてね、この描写をするわけですからね、まあ、この辺のところも多少皆さんもね、こうじゃあどう思われるかっていうのも、まあ、ちょっと考えてみてください。まあ自分はこの違いということを皆さんに感じ取っていければいいかなと思って今回出しました。